画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。今日もやっていきましょう。デッドバイデイライト。いやー、もうね、なんていうかこう、定期で私、もう毎日のようにデッドバイデイライトの動画が上がってると思うんですけども、もうすっかり皆さんのお馴染みになられたでしょうか、私の動画。いつもありがとうございます。コメントしに行かれて、そして、評価もしてくれてありがとうございます。いやー、もうなんか日課になってくるとなんかラジオ体操みたいな感じになってくるね。ね、私の中で。ラジオ体操、なんだろう、ご飯みたいな。朝ご飯みたいな。夕ご飯みたいな。朝ご飯も夕ご飯も別にあれですけども。なんかそういう風な感じでね、なんかこう、日常に溶け込んできましたね、私は。デッドバイデイライトっていうことがね。ものがね。ゲームがね。うん、まあそんなわけで。私のね、まあ、話し方が好きだと言ってくれる方もいてね、本当にありがたいです。こんなまったりしてね、別に大してうまくもないんだけども、なんかこう、雑談を聞く感じでね、聞けるということで、ありがたいです。今回、あのね、使っていく殺人鬼。ちょっとまったりした感じではあります、見た目。うん。まあ多分オープニングでもう分かってると思うんだけどね。オープニングで皆さんも分かってると思うんだけども。まあ、まったりした感じで、ゆったりした感じで、もっさりした感じのね、ぷっくらした感じの、クラウンでございます。で、こちらのね、新衣装、クラウンに仮面がね、新しい仮面があるんですよ。オリジナルじゃない。やっぱ太った顔を見せないように、こうなんか変な仮面かぶってる。ほら、これ。横の髪どうなってんの、これ。当初オープニングはね、この横の髪を表現しようと頑張ろうと思ったんだけど、いや、あれ無理だと。うん、あれ無理だと思いましたね。うん、っていう無理ではないんだけど、めんどくさいなっていう、感じです。なぜか水色のマニキュアしています。もういじってる。私のこのフェロモンは大体。はい、ごめんなさいよ。何をしとるのかな。デジグニオ。もう早速でしたね。今回ご紹介したい映画はね、アンノーンっていう、ちょっと昔紹介したかちょっとわかんないんだけど、まあ、改めて。リアム・ニーソンっていう私すごい好きな俳優がいるんですよ。うん、まあ、過去、デッドバイデイライトでもたくさんの動画を紹介したと思うんですよね。リアム・ニーソンが主演のザ・グレイとか。まあ、スター・ウォーズとかにも出てらっしゃいますからね。まあ、あとはね、48時間シリーズとかね。うん。そういったものも出てますし、結構スリラー系サスペンスに出てることが多い。うん、ジッターとか。しょ。お、救われたね。今回、天秤というね、ある程度の距離を離れて救われると一撃モードになる。救ったやつが一撃モードになるという、いい人ほど、痛い目を見る。パークできておりますんで、これ食らわせたい。これ聞こえる。あ、じいちゃんがワンパン大将でございます。おじいちゃん、いいおじいちゃんなんだけどね、ごめんね。ってなりますよ。で、そのアンノウンですけどもね、映画アンノウンに、出演しているリアム・ニーソン。これまだね、まあ、リーアム・ニーソンのことは知ってるならね、まあ大体わかると思うんですけどね。これ、2行ぐらいでね、ストーリー表現できます。2行ぐらいで表現できる上に、ちょっと上でやってんな。このストーリーめっちゃ気になる。どりゃーちょっと待って。ちょ。あーって言いながら、バキャーンってその発電機つけないでくんね。ちょっと面白い。あーん、バーンってなってましたけども。なんか面白い。なんかつぼったな、私。みんなは多分全然面白くないと思うんだけど、見てる人たちは。今のめっちゃ私面白かった。はいよ。さあ、この2行でね、面白さが表現できるっていう、そのプロットがね、秀逸。まあ、一体どういったプロットというか、スロットなのかと。スロットじゃない。何を言ってんだ、私。ストーリーなのか。クリア。いいね。一撃だ。
君が救ったものだと大体読めていた。これが天秤の言うか。どういったストーリーなのかというと、ま、ある奥さんと一緒に主人公はね、旅行しに来るんですよ。で、ホテルに泊まるんですけども、事故にあって4日間昏睡してしまうと。ところがね、目覚めると、自分の妻は、自分のつ、あ、奥さんはね、自分のことを知らないし、自分の名前を名乗る別人がいて、おお、こんなとこいたか。どこまで話したかな。ちょっと、信子にびっくりしちゃって。自分がいないことになってしまってるという、昏睡が目覚めるとね、というお話で、まあ、どう転がっていくかという、この風呂敷の広げようがすごいよね。あー、うえ、ほんま、ほんま、ほん、あー、ほん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 、つうわけでね、そういった、しょっぱなから風呂敷広げまくりスリラー、まあ、最初に風呂敷が広がるとね、後半どうなるかっていうのはね、まあ、その、監督の手腕次第になるんだけども、楽しめる人は楽しめるんじゃないでしょうか。よかったら、見てみてください。さて、はぁ、はぁ、はぁ、ってなってましたけども、もしかしたらドワイトが中年になった姿なのかもしれませんね。このクラウンはドワイトはいじめられまくって森に来て、ほい、血の跡が見えていたぞ。結局ここに来てしまうと。そして散々なことで殺人鬼に殺されてしまうという、そういった不幸をね背負ってる分、なんか殺人鬼になりそうな気がするよね。ほい。さて、救った人にタイマーがまだかかってんだよな。誰だろう。ちなみにね、今回オーバーチャージと、イタチが飛び出したかな、がついてるんで、発電機に蹴り入れると交代するし、まあ、次やるときに、あ、違ったな。次やるときに、まあ、スキルチェックが難しくなるって、うん。ここじゃなかったのか。なんかいた気がしたんだけどね。じゃあもうちょっと入念に調べてみよう。違うか。違いますね。まあそういうわけでね、アンノーンっていう、あ、いた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 。おい。まずは一撃。そういうわけで、アンノーンっていうね、何者かよくわからないという名前なんでしょうね。おお、そっちに流れるか。面白い動きするね。おおっと、くるんと急旋回からのデッドハードか。君はデッドハード持ちだったんだな。こっち気にしない。私がめでてやろう、信子よ。シャドウオブ信子よ。こっち来い。しかし、久しぶりの私、クラウンプレイな気がするな、これ。殺人鬼ね、結構いっぱいいるからさ。気づいたら意外とずっと使ってない殺人鬼ってちょいちょいいるんだよね。これじゃないな。いやー、なんで、私動画ストックは割かしあるんですよね。なので時間が許す限り、まあアップロードしたいんだけども、1日3本ぐらいは。いや、それはちょっとあれだけども。お、俺。ジャマイカな感じのノブちゃんが、ジャマイカノブ子がいますね。じいちゃんは？じいちゃんこの辺いた。ね、角をめちゃくちゃ見つめてたね。そう、右には行くんじゃない、左だ。いつの間にか私の手のひらで転がされているぞ、おじいちゃん。来るなよ、ノブ子、来るなよ。よし、オッケー。ここ結構つきそう。あ、ちょっと待て。救われなかったな。ちょっと待て。これ非常口に乗ってんじゃないか、もう一人。じいちゃん釣ってたら多分じいちゃん死んで、非常口を使われるという運命になってたので、ここはそんなことは許しません、私。こう見ても。デッドバイデイレート始めてから、発売された
当初からあの苦しい時代から殺人鬼プレイやってたからね、こだわる。ここはあの頃きつかったな。お、回復させた。あの頃きつかったな、キラブレ。今はもう楽になったけども、こっちに帰ってきた。やはりガスが怖いようだね。いや、もう一人ここの辺にいるから。あ、非常口ここだ。ちょっと待って、非常口ここやん。あ、絶対この辺から離れらんないよ、もう一人の人も。いや、絶対この辺から離れらんないから。いや、これ見つけちゃったね。もう釣ってもいいんだけどね、安全を取るなら。やっぱりちょっと放置してぐるぐる探していきましょう。この辺にいるんじゃないか、わりかし近くにいるんじゃないか、これ。ほれ、いいだな、ほれ。どっちにもいけねえな。ノブじゃんよ。そしてそしてからの、あ、ちょっと奥に行ったの。いいね、いい動きだね。ちゃんと私のリロードを見てるという証拠でしょうね。クラウン相手にね、生存者が戦うときはちゃんとリロードを見てるか見てないかっていうのもね、重要なんですよね。リロードし始めると別のチェイスポイントに移るっていうのが重要なんだけども、こっちだ。そしてノブちゃんを釣りません。というのもじいちゃんが非常口に乗ってるはず、間違いない。じいちゃんが今非常口の上で、早くノブコ死んでもらえないかってなってるはずです。早く、あー怖いな怖いな、なんてね、なってるはず。いましたね。残念だな、おじいちゃんよ。ちょっと待って、なんで、え、復活してんだけど。ちょっと嘘やろ、不滅持ちだったのこれ。信子が自分で差し上がったな。信子が立ったっていうね。信子が立った、どこ行ったの。ランラランラ、信子、信子で信子ってなってますからね、今多分どっかでスキップして。あの野郎、どこでスキップしているんだ、信子よ。いや、どこまで行ったんだこれ。アルプスまで行ってしまったわ。あ、違う。よしおーし、よしオーケー。アルプスに連れてってやろう。それともジャマイカの方がいいのかな。しかし、ノブちゃん、どこ出身なんでしょうね。まあ、なんとなくアメリカの方かなっていう気はするんですけども。実はアメリカじゃない可能性だってあるよね。だって、じいちゃんは相変わらずここいるでしょ。お、ちょっと待って、いないぞ。いや、いる。痛い。離れらんないからな、この非常口から。もうここしかないからね。そして、信子はもう立ち上がることができないはずです。どれどれ。この辺にいるだろう。ん？ちょっと待って。これ動いたかな。私ね、あ、ちょっと待ってよ。イタチが飛び出したやつ、なんか反応してるけど、あれなんだっけ？イタチが飛び出したのバグじゃなかったっけな。ちょっと待って、ど忘れしちゃったな。ここら辺に来てんじゃない？ノブちゃん。いや、映画アンノーンはね、サスペンススリラーなので、リアム・ニーソンプラスサスペンススリラーが好きっていう人は、絶対まあいいと思う。そのオチがどうこうっていうよりは、もうリーアム・ニーソンがサスペンスしてるだけで楽しいみたいになるから、リーアム・ニーソンプラススリラーでもうなんていうか評価20丸みたいな、評価6みたいなタイプの人はもう楽しめると思う。あれ、完全に見失ったな。まあ、これ聞こえた今、現状かな。どうせここに来るしかないからね。
どうせここに来るしかないんだよね。どうしようかな、これ。近く来てないか。声を聞け、私。心の声を聞け。誰かが助けを求めてる。必ず。どこだ、どこだ。誰かが必ず助けを求めている。あれ、なんか声聞こえる感じすんだけど、幻聴かなこれ。よくあのハントレスの歌声とかね、鼻声とか幻聴が聞こえてくることあるんだけど、それかな。あ、ちょっと待って待って、いた幻聴じゃなかった。やっぱ近づいてたみたい。残念だったな。ここにストライクを取っておけばワンチャンあったかもしれない。オーケー。やっぱビンナギおじさん楽しいな、俺。ビンナギおじさん楽しい。最高です。ビン食らった時のもう生存者の反応が最高です。それではね、全滅というわけでご視聴の方ありがとうございました。この武器の扱いかっこいいね。ふむ。レインボーゴール、2万4000点ということで、それでは皆さんの良きゲームライフの方法を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。